工場高等学校。工場高等学校は、神奈川県伊勢原市三つけ島に所在する私立高等学校。学校行事が多彩。兄弟校として自習館中等教育学校が隣接されているが、交流はほとんどなく、工場高校の学食、自習館中等教育学校のカフェテリアを共同利用するにとどまっていた。しかし、2008年に、 両校の生徒会が交流をした。国際教育にも力を入れており、姉妹校を海外参加国に計6校を持つ。アメリカへの短期留学を行っているほか、毎年アメリカと韓国の姉妹校から留学生が来校し、生徒宅にホームステイをする。全国で初めてブレザースタイルの制服を導入し、当時新聞等で取り上げられた。近年では、 スポーツに力を注ぎ、レスリング部、女子ソフトボール部は、毎年、全国大会の常連であり、後に、オリンピック3大会連続出場を果たす、レスリング部出身の笹本敦史、1996年、卒業、現、アルソックは平成7年度の全国選抜大会で3位に入賞する活躍をしている。平成6年度には、 サッカー部が創立以来初の全国高等学校サッカー選手権大会に参加。強豪南宇和高校と PK 戦までもつれる接戦を演じた。後に、プロとなる柴崎高弘2001年卒業。現東京ベルディはこの試合を見て、工場高校への進学を決めた。直近また、新聞委員会は全国高校新聞コンクールの常連校で過去に優勝している。 近年、生物部粒による台湾しじみの研究が学会で発表された回、評価を受けた。直近の活躍としては、2009年にレスリング部が奈良県で行われたインターハイ団体戦で、地元の強豪山と広陵高校を接戦で破り、歴代最高のベスト8に進出した。公式野球部は15年ぶりの夏季県大会ベスト8入りを果たすが、準々決勝で、 強豪横浜総学館高校に2009年春季券、大会準々決勝以来のリベンジならず敗れた。男子バレーボール部は関東大会5年連続出場。県内では現在8強に入っている。今年度春高県予選ではベスト162011年には全国高校総合体育大会に出場。2012年は 全国バレーボール高等学校選手権大会に出場した。韓国への修学旅行は30年以上続いており、2003年には韓国政府から韓国観光の発展に貢献したことを称えられ、清水秀樹理事長に産業報奨が授与された。なお、2010年4月以降から創立100周年を迎えることを記念して、初期のブルザーを改編し、 新しいブルザーを導入した。2010年度に工場学園創立100周年を記念して100周年の催しを行う。工場高等学校、直木会と兄弟校の自習館中等、教育学校生徒会と100周年を記念して合同で企画を行い、航空写真の撮影と爪楊枝アートの制作が行われた。2015年度から生徒用に、 大地震対応マニュアルが配布されている。2017年10月ラグビー顧問の体罰が発覚。工場学園の前身の自習学会は、神奈川県へ蘇我に、大井流町が資材を投じて設立したものである。関東大震災で校舎が壊れ、大井も、施策を失うが、地元村民が力を合わせ、学校を再建した。昭和23年、小北高校に変更。 昭和30年代の終わり、当時経営難に陥っていた、小北高等学校が、同じ総統州の大学に救済を求めたが、不採賛成があまりにも高く断られた。そして、同大学に報職していた、宮崎道夫が、個人で資材を投げ打ち、学校を引き継ぐことになった。経営引き継ぎ後、公明や法人名を変更し、口述する、制服革命。 ブレザーの採用、授業服や国記日などの当時としてはユニークな教育方針を行い、また副校長人事に井野熊伊を柔道オリンピック代表を起用するなど世間の注目を集めた。現在の校長という校名は当時下蘇我にあった小北高校の半ば荒れ果てた校舎を宮崎が見たとき、校長の月の歌がとっさに頭に浮かび、 そこから早がるという意味で命名したという。その後も数十年間ほど学園は幾多の経営難に陥ったが、三浦講師に日本教育テレビ報道本部長、現テレビ朝日が学園の立て直しに尽力し、危機を逃れた。1967年から1984年の総合移転まで使用された沼目校舎は、高校としては、 通常考えられないほど狭硬な敷地に6階建て、1フロア4教室の本校舎とプレハブ建ての教室や運動部の部室、倉庫、さらには併設する幼稚園の園舎までが立ち並んでいた。運動や集会が可能な場はそれらの建築物に取り囲まれた中庭と呼ばれるスペースしかなかった。しかも幼稚園の園庭をも兼ねていた。この 中庭もバレーボールのコート2面程度を取るのがやっとで、野球やサッカー、陸上など、広い場所を必要とする競技は、不可能であり、体育の授業でも実施できる科目は限られていた。普通の学校なら、当然あるべき、体育館もなかったため、昭和50年代に在籍した卒業生の解雇によると、体育の授業の日が雨天であった場合、1階玄関ホールで、 卓球をやるしかなかったそうである。現在の見つけ投稿者は、当時、本校が所有するグラウンドであったが、徒歩で数十分かかるため、授業で使われることは、あまりなく、ここで授業を行う場合は、効率を考え、に講じ続けていっていた。運動部の練習は主に地元企業等が保有する、体育館、グラウンドを借用していっていた。 このような逆境にもかかわらず野球部は県内では強豪であり上位進出の常連であった。1974年の夏季県大会では決勝進出を果たしている。ただしこの時の決勝戦では後に日本ハム入りする新松英明、巨人入りする原辰則を擁する東海大相模に19-0という六敵大差で敗れている。また、 総合移転1年目の1984年夏にも、再び決勝に進出し、当院学園に延長の末席敗した。この年のドラフト会議では、エースであった高橋里氏は、阪急ブレーブス、保守の大塚義樹は、南海ホークスに指名され、入団している。上記に加え、東京工業大学、大阪大学、東京農工大学、お茶の水女子大学、 東京学芸大学、筑波大学、横浜国立大学、横浜市立大学、千葉大学、首都大学東京、新潟大学、神奈川県立保健福祉大学、東京外国語大学、山梨大学、埼玉大学、早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、国際キリスト教大学、東京理科大学、明治大学、津田塾大学、東京女子大学、 法政大学、立教大学、中央大学、青山学院大学、学習院大学、成蹊大学、日本女子大学、成城大学、日本大学、日本体育大学、日本女子体育大学、順天堂大学、専修大学、昭和薬科大学、東京薬科大学、東洋大学、駒沢大学、独協大学、文教大学、 立命館大学、近畿大学、国学院大学、芝浦工業大学、東京農業大学、工学院大学、武蔵大学、東京電機大学、東京経済大学、北里大学、昭和大学、明治学院大学、東海大学、神奈川大学、たたす。愛好石田駅からは、神奈中バスが運行している。 工場学園入り口から徒歩4分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。